9月3日月曜日夜の10時からライブ配信を行います。テーマは逆転合格達成のための心構え。今回は2年生のお話もしたいと思います。それではお楽しみに。そもそも人にノーって言われて諦めるんやったら、それって自分の夢とか目標として俺ふさわしくないと思うね。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの佐藤です。学びズムの矢沢です。こんにちは。こんにちは。はい、本日の質問です。はい、今偏差値35くらいなんですが、学びズム入ったら近代語学できますかっていうふうな質問になってます。なるほど。はい、矢沢さんの方から後で、まああると思いますが僕からまず言わせてお願いします。はい、近畿大学合格できますかって話なんですが、うちのシステムは、もちろん近畿大学合格できるぐらいのカリキュラムであったりとか進路ペース、進捗ペースっていうのももちろん管理できます。管理できるんですけど、まあ入って全員が全員合格できるんかって言われたら、もちろんそういうわけではない。これなんでなんかって言われたら、地頭がいい地頭が良くない、そんな関係なく、今から入って近大受かるペースって相当なもんですよ結構。うん、もちろんそれこそ進学校に通ってて近大今から目指すやったらいけるかもしれないですけど、ほとんど全員がそういうわけではないんで、ゼロからのスタートなわけや。やっとったとしても、自分の家で勉強して自分で立てたカリキュラムで自分の立てた計画でやっとったわけやから、もちろんそこからほんまに近大受かるペースでこちら側で提示していきます。でそれはできるねん、できるねんけど、あとはそこに食らいついて自分の力に全部できるかできないかっていうのは本当に君たち次第です。うん、でこちら側からはほんま最善のサポーター出せるけど、でもちろん後押します、後押しもすんねんけれども、ついてこられへんかったら意味がない。なんで、もちろん入ってきていただいたら最善のルートは用意しますが、君たちの、努力次第で、もちろん結果未来っていうのはどんどん変えることができるっていうふうな話で僕は終わりたいんですかね。はい、矢沢さんどうでしょう。いや、このねテーマはもう何度も取り扱ってますから、受験トーク視聴者の皆さんはもう何かやんねんっていう風にね思ってるかもしれないんですけど、毎年来るんですよ、許してください僕思うんですけど、うん、これ、まあ、今ユーマが言ってくれたことで、まあ、結論は出てると思うねんけど、はい、合格できますかできませんかっていうのを聞いてる時点で、思いとしてはそこまで強くないんかなっていう風にちょっと俺思うところがあって、はい、まあ、これ聞いてさ、そのイエスやったとしてもノーやったとしても別にまあ何も変わらんやん。そうですね。うん、ほんでもしこれがそのノーで自分がその勉強せんようになるんかっていう話やったけど、はい、そもそも人にノーって言われて諦めるんやったら、それって自分の夢とか目標として俺ふさわしくないと思うね。情熱注げてないから、うんうん、だからでもし今その受験をこうみんながやってるからとりあえずやらなあかんと思ってやってるとかだったら、俺はなんかいい受験生活になってないんじゃないかな。もうちょっとその自分の人生についてしっかりと考えた方がいいんじゃないかなっていう、うん、ふうに思うんで、はい、もちろんね、サービスとしてはいけるかいけないかっていう話に関してはいけるような計画は立てれるっていう話やねんけど、それ以前にちゃんと自分としっかりコミュニケーションを取って、ほんまに近代行きたいと思ってる、ほんまに自分のその志望校行きたいと思ってるっていうのは、ちゃんと聞いた上で、自分にね、自分が自分に聞いた上で、大学受験をやって欲しいなと思います。それができたら大学に入ってからとか社会人に入ってからも、言ったら自分の進路をね、こう誰かの声を聞いて決めるんじゃなくて、ちゃんと自分の心に従って進んでいけると思うから、そういう風な生き方をぜひしてほしいなと思います。はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。どうぞ。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。